スタジオの生徒さんから韓国で大学、留学をしながら事務所契約を目指したいっていう留学相談をちょっと受けたんですけど、この方、女性の方で、そろそろ高校卒業して、進路に悩んでる様子でしたね。悩みますね。韓国で、住んでた経験があるので、韓国語の発音もいいんですし、韓国の生活、馴染みのある方です。スタジオではダンスとボーカルを受けてて、あと、スタジオで自主練とかもよくしてくれている真面目な方です。で、この方は、韓国での語学堂も入学も大学の入学も希望しているところが、韓国대학교って言いまして、漢字で建国大学って書くんですけど、ここを希望してます。韓国대학교はいいですね。イメージとしては、キャンパスが広い、あと綺麗ですね。건대입구駅って言いまして、すごくその大学の近くがすごい栄えてまして、大学生にとっては、生活しやすいですね。物価もまだ安い方ですし、で大学が就職にすごい強くて、就職をやっぱり大学がかなり頑張ってるってイメージです。あと、不動産とか資金にすごく余裕がありまして、簡単に潰れることはなさそうです。韓国の大学からしてみれば、日本人の留学生は歓迎されます。日本の方、真面目ですし、ちゃんと勉強しますし、物議とかトラブルも、もう起こさないし、優秀な方も多いんですね。その大学とその芸能人の夢、アイドルとかを、その両立について私の見解をちょっと述べていきますと、まず韓国の大学もかなり勉強します。卒業するのは日本の大学と比べて簡単ではないです。で、勉強もですし、バイトももちろんされるんだろうし、そういうアイドルの、レッスンとか練習もするって考えると、相当頑張らないと、この両立はかなり厳しい気がします。体力とか精神力が、強いとできるとは思うんですけどね。それより大学生にもなってずっとそういう夢を追い続けるっていうことに対しての周りからの目、考え方が日本と若干違いますね。もちろん、そういうのを全部気にする必要はないと思いますし、結果でその周りを納得させていけばいいと思うんですけど、かなりタフなメンタルが必要かなと思います。年齢、芸能活動を多少なりしながら大学生もっていうのはありだと思うんですけど、芸能界と全然違う学科に通いながら芸能界を目指してっていうのは少し違う気がしますね。それだったら最初からその大学の実用舞踊学科とか実用音楽学科とか演劇映画学科っていう、ちょっとつながる学科に入るべきなんじゃないかなと個人的には思います。お金なんですけど、すごく優秀で奨学金とかもいろいろ取っていけて、全体的にこう節約していけたらいいと思うんですけど、そうじゃなくて、学費は学費で払って、レッスン代、生活費ってなると、かなりのお金がかかります。ご両親が経済的にかなりイケてないと厳しい。学生さんが韓国大学に入るより、で留学生の場合はハードルは低いです。入りやすいですね。ほんで、中途半端な私立とか行くのであれば、海外留学の方が、語学も学べて、後で就職面的にもいいと思ってます。これは韓国でよく使う言葉で、社会は戦争で、大学はその戦争を準備する場所っていう、ちょっとやや過激な言い方があるんですけど、合ってると思います。もうすぐ皆さん学生の身分も終わって、ずっと仕事しながら食べて行かないといけない社会人になりますし、格差はもう本当にどんどん開いてますので、いろんな面で勝てる人生にしてほしいなと思います。でも、やるっていうふうに決まったら、すぐ結果が出るものはないんですから、2年でも3年でも長にやってみることをお勧めします。韓国大学の奨学金制度ぐらいありまして、性格はちょっとずつ違うんですけど、条件としては、単位をちゃんと取る、当たり前だと思うんですけど、単位ちゃんと取って、韓国語の実力を伸ばしていく、
これ留学生の場合ですね、検定とかを受けていってっていう感じになります。あと、ちゃんと来る、ちゃんと出欠するっていうことが最低条件となりますね。ちょっと話がごちゃになったんですけど、留学エージェント相談やってます。ご視聴ありがとうございました。